皆さんこんにちは。元グラドルでタレントの小泉みゆきさん。そんな小泉みゆきさんは玉木雄一郎さんと報道で突如として話題の人物になっています。そんな小泉さんが自殺未遂を図ったと現在ネットで話題になっています。ある X 旧 Twitter アカウントが国民民主党玉木代表の不倫相手小泉みゆきが昨晩自殺、玉木今後小泉とは関係することはありません、小泉みゆきさんが昨晩リストカットし自殺未遂を図った、過去に国民から公認取り消しされ自殺した高橋真理さんの二の舞にさせてはならないと投稿し物議を醸しています。実際に本人や事務所から発表があったわけではないので真偽は分かりませんが、事実だとしたらとても大事になりますね。続報を待ちましょう。では今からはそんな小泉さんのと国民民主党の玉木さんの関係を詳しく見ていきましょう。今年7月に玉木さんと小泉さんは香川県高松市内のホテルで一夜を共にしたことを証報。衆院選投開票直後の10月30日には新宿のワインバーで密会していたところを撮影されています。玉木さんは同日中に会見を開き、おおむね事実と認めて火消しを図りましたが、玉木さんに近い議員を含め党内から想像以上に批判の声が上がっています。結果党内の倫理委員会を開催して調査を行うことが決まったといいます。そんな与党過半数割れの中でキャスティングボートを握った野党代表の醜聞で国会運営にも思わぬ影響があったといい、国民民主党が掲げる年収103万円の壁見直しについて協議中の自民党ですが、党内には反発が根強く、その中で今回のスキャンダルを受け玉木の言う178万円への引き上げは無理だと声を上げる党幹部もいるといいます。衆院選での与党過半数割れにより来年度予算案を成立させるまで国民民主と協力していきたい石破茂首相にとっても思わぬブレーキとなりかねないそうで、石破さんは周囲に玉木さんには3月までは頑張ってもらいたいのだがと漏らしていたといいます。一方報道を受けて注目が集まったのが小泉さんの経歴だといいます。小泉さんは2011年にはアサヒフードのミンティアキャンペーンで47都道府県の美女が集結、ミンティアガールズの香川県代表としてブログや SNS で活動をしていました。他にも同時期にはレースクイーンとしても活動、レースに花を添えながらレースのサポートを行いました。そして2014年の仮面ライダードライブの第1話に女優として出演、世界各地で一斉に時間が止まるグローバルフリーズという現象に巻き込まれるレストランの接客担当役を演じました。このシーンでは物語が始まるきっかけとなる重要な出来事を演じる役柄を任されています。さらに香川県を愛しうどんを愛する小泉さん、うどん県 PR 刑事として香川県の魅力を全力疾走で発信しています。またデビュー当時を知る芸能関係者は、当時はグラビアといっても携帯電話の待ち受け画像として撮影される仕事がメインでした。社交的で人の懐に飛び込むのがうまく、年配の男性から好かれるタイプ、服装はいつもミニスカートにきちっとした上着でした。政治に対する興味は微塵も感じなかったと振り返っていました。永田町関係者も小泉さんは2年ほど前から国会開会中の毎週木曜日に開催される衆議院の憲法審査会を傍聴していました。年配の参加者が多いこともあり、若い女性は目につきやすい、加えて比較的露出度の高い服装に厚底の靴といういでたちだったため、ひときわ目立つ存在でした。玉木氏の発言が終わると一人で盛大に拍手をしていましたと明かすと、続けて憲法審査会で委員を務める議員は、憲法審査会には毎回玉木さん目当てで傍聴に来る改憲派の辞任前後の男女の集団がいる、その中に小泉さんの姿を見かけたことがあります。多くの場合傍聴者は議員や党の関係者を通じて申請し傍聴権を得て参加しています。小泉さんも玉木氏を通じて傍聴席に入っていたのでしょうと語っていました。
この小泉さんのファッションについてはネット上で39歳でミニスカを着られるスタイルをキープしてるのはすごい、こんだけスタイル良かったらそりゃ玉木もしょうがないかと称賛の声もある一方で、39歳でこの格好って40路でミニスカか、洋服それしか持ってないのか、年相応の格好ができないのは地雷っぽいといった嫌悪感を示す声も上がっているといいます。また不倫現場で小泉が着用していたチェックのミニスカートにも注目が集まっており、不倫現場の写真を見ると小泉さんが着用しているスカートはグレイルというブランドが発売している1199円の商品です。 GRL といえば超プチプラ価格帯のファッション通販サイトで1000円台でトップスやボトムス、靴やアクセサリーなどを購入することができます。お財布に優しいことから愛用者は10代から20代が多い印象だといいます。このあまりにも安いスカートの値段に、今から不倫しに行くって時に1199円のスカートか、こういう時って気合い入れて勝負服とか着るんじゃないの？39歳なんだからさすがにもっといい服買えるでしょ。アラフォーがグレイル着るのは全然わかるけど、ミニスカをチョイスしちゃうのかといったコメントが寄せられていました。またこの小泉さんのファッションをめぐる論争は玉木さんにも飛び火していて、こういう服装って玉木さんがリクエストしてるのかな、不倫相手の洋服が1199円ってお金あるんだろうから服くらい買ってあげなよ、玉木が国民の手取りを増やせばこの子ももっといい服を買えるはずという声が上がっているといいます。誰がどんな服を着るのかは自由ですが、ミニスカに対して強い嫌悪感が寄せられるのは不倫という醜聞による代償なのかもしれません。そんな小泉さんは最初は熱心に議論に耳を傾けているだけだったといいますが、今年に入ってからは静かにさせて黙れと鋭い声がたびたび響くようになったということでも話題になっています。傍聴に参加していた人物は玉木氏の発言に対して傍聴席からヤジが飛ぶと、小泉さんが立ち上がってその人物を指差し A 氏に注意するよう求めるようになったのです。厳しい口調に加え背が高いこともあり、その場をコントロールしているかのような高圧的な印象を受けましたと振り返っていました。まるで女王様のような振る舞いをしていた小泉さんは現在は削除されていますが、今年5月には X、旧 Twitter 上には木曜の見張りに今回は参加できず、みんな静かにお話を聞けたかな、今日もうるさいならさらにゴリゴリの直談判するつもりだったけん行きたかったなと投稿していたといいます。また傍聴席で小泉さんと居合わせた人物は、木曜の見張りとは憲法審査会で玉木氏へのヤジを牽制する行為を指している、国民民主党は憲法改正賛成の立場ですが、それに反対する護憲派の傍聴者らは席をしただけでも小泉さんに睨まれるようになり、年配の方たちはすっかり萎縮してしまっていた、彼女が傍聴席の空気を支配していましたと語っていました。さらに先の永田町関係者によれば、委員会室に入ってきた玉木さんと小泉さんとがアイコンタクトを交わしているように見えたこともあったといい、小泉さんは SNS でたびたび保守的な思想を見せることがありました。例えば今年6月、中国籍の男性が靖国神社の石柱に落書きする事件が発生した際には、X 上にもちろん切ってよしと投稿していました。玉木氏とはただの不倫相手ではなく、精神的にも寄り添う関係性だったのかもしれません。とも明かしていました。そんな小泉さんは、香川県高松市の観光大使をクビになる可能性が浮上しているといいます。観光大使の移植期間は10年間で、特段の事情や本人からの申し出があれば途中で解職されることもあるそうです。市は現在事実確認中とのことですが、解任となれば今月中にも新たな観光大使の移植式が行われる可能性があると言われています。実際各社の取材に対して高松市は11月11日会食も含め検討していると回答したといいます。一方で
玉木さんは議員辞職については否定し、党代表の継続については仲間に諮るとして、同日に国会内で開かれた国民民主党の両院議員総会で続投が決定しています。過去には国会議員は不倫や女性問題で辞職したこともあり、妻の出産入院中に不倫をしていたことが報じられた宮崎健介氏は2016年2月に、今年4月には宮沢博之元衆議院議員がパパ活不倫で議員辞職、個人のスキャンダルと政策は関係ないと玉木さんの続投を擁護する声が上がる一方で、仕事を失う可能性があるなど、小泉さんが大きな罰を受ける不平等さに、ひどいのは相手の女性が仕事クビになるかもしれないこと、そしたら玉木も辞めろと思います、いやいやお相手の方が観光大使を辞めさせられるかもしれないのに、このお方はノーノーと代表の座に居座ることは決して許されない。高松氏は高松観光大使元グラドルの会食を検討、おかしいだろう、いつも女性だけが差別、玉木も一緒に辞職せよ、不倫の代償は両者が等しく受けよ、女性だけ罰せられるのは全く納得いかない、悪いのは明らかに妻子持ちの玉木さんの方でしょうが、などの批判の声も上がっており、元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏も12日 X でこれはあかん、玉木さんが引き続き国会議員を続けて国民民主党の代表を続けるなら、玉木さんと国民民主党は玉木さんの相手女性の職を全力で守らなあかんと指摘していました。そんな観光大使をクビになる可能性までも上がっている小泉さんですが、事務所のプロフィールも削除されているといいます。プロフィールを公表していた芸能事務所の担当者は 7,8 年前に退所していましたが、キャッシュが残っており削除しましたと説明、同事務所公式サイトの所属タレントからは削除していましたが、一連の報道を受けて芸能メディア各社から問い合わせが相次ぎ、確認したところ、小泉のプロフィールがキャッシュとして残っていたことが判明し削除したといいます。削除された小泉の公式プロフィールによると、スリーサイズはバスト85、ウエスト57、ヒップ86でレースクイーンなども務めていた経歴、一方でプロフィールには連続ドラマなどに脇役で出演した出演歴も記載されていました。先の担当者は普通の子、女優になりたいというので、うちでも頑張って後押ししていたんですがと、所属していた当時の小泉さんの状況を振り返り、それが玉木さんの地元香川の高松市観光大使を務め、同代表との不倫が報じられたことで退社から時間が経過した同事務所にも問い合わせが相次ぎ、騒動に巻き込まれてしまった格好だということで、同担当者はこんなことになってしまってねえと残念そうに口にしていました。いかがでしたでしょうか。今回は小泉さんの不倫報道やミニスカ騒動、プロフィール削除、クビの噂などについて紹介していきました。もちろん小泉さんのしてしまったことは世間的にも許されないことかもしれません。ですが、どうか小泉さんが自殺という祈りたいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。